皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。人生をよく生きるの大輔です。本日も前日の在宅血液透析のレビューを行ってまいります。10月7日木曜日、在宅血液透析2100飛んで8回目になります。目標除水量 1.4、 透析時間は3時間、除水速度 0.47 リットルパワーです。透析前バイタル血圧上が128、下が89、脈拍103です。先進についてはこちらになります。見ての通り変血側で先進ミスをいたしました。この領域というのは1ミリ2ミリの差で選手が成功するときもあれば失敗もするという場所ですね。まあおそらく、まあこれはね、所詮素人の体感ですけれども、この日選手ミスをした箇所というのはピンポイントで弁のところなんじゃないかなと思ってるんです。素人判断ですけれども、在宅血液透析導入9年目の私ですね、外頭が血管を捉えて、まあ、血管壁を捉えて、その後弁によってね、行く手を阻まれてもカニューレの先端のこう微妙な動き直しをして突破できるようにはなってるんです。まあ、それなりの技術はついてきたと思っているんです。まあ、イメージとしてはプロアウェイの動きですね。プロアウェイってなんだよって、まあ、サッカー好きな方はご存知だと思うんですけど、まあ、フォワードの動きですよね。ちょっと逃げていくような感じですね。まあ、プロアウェイの動きに似てる、まあ、私はそのイメージしてるんですけど、でこの日の場所というのは確かに、街頭は血管を捉えているはず、捉えてるはず、しかしながら、捉えた後すぐね、まあ、行く手を阻まれたっていう感じなんですよ。まあ、カニューレ先端の動き直し、まあ、私先ほどプルアウェイって言いましたけど、そのプルアウェイをするスペースがほとんどないっていう印象ですね。まあ、これを無理に引き抜いたりすると、まあ、途端に抜針、まあ、針が抜けるんじゃないかっていう、まあ、思うほど、まあ、距離的な余裕がないんですよ。まあ、あくまで素人の体感ですけれどもね。はい、透析開始時刻21時15分、22時、血圧上が127、下が89、脈拍96、23時、血圧上が139、下が95、脈拍103、血圧が139にちょっと上がりましたね。なんででしょう、なんでですかね、もうお分かりですかね、後ほど。はい、で0時、血圧上が123、下が90、脈拍100、透析終了時刻0時15分、透析終了後バイタル血圧上が127、下が100、脈拍109でした。はい。2021年10月の7日木曜日21時41分、千葉県北西部を震源とするマグニチュード 6.1 の地震が発生をいたしました。最大震度は5強ですね。東京に隣接する私の居住地でも大きな揺れを感じました。もちろんこの程度の揺れというのを経験したことがないわけではないですけれども、在宅で血液透析をしている最中にという枕言葉がつくと初めての経験となります。はい、さすがに焦りました、さすがに焦りましたね。正直揺れが収まってもしばらくドキドキは収まりませんでした。はい、当時のリアルな状況を、まあ、言うならば証としてね、残そうということで、こんな感じでね、ツイッターで連ツイしてましたけれどもね、まあ、もちろん落ち着いてからですけどね、いろいろね、気持ちも体もね、落ち着いてからですけれども、はい、でそこで甚だ簡単ではありますけれども、地震発生時在宅血液透析真っ最中ですね、大きな揺れに直面した際の私の取った行動をね、ご紹介しようかと思っているんです。
で昨日ツイートさせていただいたんですけれども、あの大きな揺れの最中ね、在宅で血液透析真っ最中だった方、患者さん、そう多くはないだろうなと。まあその点からしてね、当時の状況の、まあ、言うなれば情報出しをすることというのは、まあ多くの CKD 患者様、まあ透析患者様に向けたね、まあ、ある種のサンプルとして一定程度の意味、意義のあることかもしれないということです。はい、緊急地震速報が鳴ったとほぼ同時に横揺れが開始しました。地震発生直後、揺れが大きくなる中ですね、とにもかくにも私自身の上体を起こしましたね。でそれに伴って血流量を、まあ、いくらか調整をしました。で離脱の準備、まあ、心の準備ですね。はい、まあ、大きく3つ、ちょっと一つ一つもうちょっと細かくお話ししていきますかね。まず上体を起こした、まあ、つまり座位の体勢にしたということですね。通常私リクライニングチェアを使っておりまして、その背もたれを倒して在宅血液透析を施行しているわけですけれども、背もたれをとにかく戻して上体を起こして座位の体勢を取ったということですね。理由はもちろん自分で、私自身で何かしらの処置を行える体勢を取る必要があるからですね。はい、ちょっとまあこの写真だと見にくいっちゃ見にくいんですけれども、はい、なんだ、紺色に見えるのは私の足というか膝ですね。まああぐらをかいてるみたいな感じですかね。はい、で次に、状態を起こしたことに関係をして、血流量を、まあ、通常200なんですけれども、それを170から180へちょっと落としました。調整をしました。理由は体位変化すると静脈圧が上がっちゃうんですね。で結果として静脈圧の上限警報が鳴ってしまうので、まあそれはあらかじめ分かることなの で前もって血流量を調整をしたということですね。そして離脱の準備、はい、まあ、といっても、まあ、実際的な準備をするというよりは心の準備ですね。心の準備、いつでも自力で離脱するという心の準備ですね。血液ポンプを止めて貧血はもう諦めて、まあ、素早く針を抜いて脱血側貧血側ともに素早く止血ベルトを巻くという心の準備ですね。いつでも行うぞと、行えるぞという心の準備ですね。はい、まあそれをも許さない未曾有の大災害に見舞われる可能性も想定はされますけれども、まあ、こればっかり分かりませんからね。はい、まあ、この日、まあ、大きな揺れが収まっても余震の心配もあるのでね、そこから約20分間は、まあ、座位のままで座ったままで透析を続けまして、で落ち着いてからは通常の体制に戻して、まあ、最終的には無事、その日の予定時間、まあ、3時間ですね、透析することができました。はい、ということで本日は以上になります。人生をよく生きるはブログを柱に Twitter、YouTube、Podcast、Instagram、 そしてスタンド FM 等を通じて在宅血液透析並びに人食に関する患者目線での情報を発信しております。また Kindle 本在宅血液透析患者のリアル、導入から8年、透析回数2000回までの奇跡、 Amazon ストアにて350円で販売、 Kindle Unlimited ご契約の方は無料で購読できますので、そちらもご覧いただければ幸いです。それではまたお会いいたしましょう。ご清聴ありがとうございました。